こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回の動画ではグローバルワークですごいものを見つけてしまったので、皆さんにですね早速レビューをしてみたいなというふうに思っています。今回僕がですね実際に買ったのは今着ているですねセットアップなんですね。こちらはグローバルワークの新しいラインとなっているサロンドグローバルワークの商品なんですけども、その中でもストレッチ TR というモデルのネイビーを僕は購入をしました。まあ実際ですね今着てるわけなんですが、これはですねものすごい商品なわけですね。というのもセットアップというのは特に珍しいものではなくて、様々なブランドでもやってるかなと思うんですね。もちろんグローバルワークの中でも定番のセットアップがありますし、ユニクロだったら感動ジャケットと感動パンツを合わせて感動セットアップを作ることもできたりしますし、様々なショップでセットアップは売られているわけなんですが、今回のこちらのセットアップに関してはですね、カジュアルが得意なグローバルワークとスーツですとかジャケットですとかドレススタイルが得意な日本のですねリングジャケットというブランドがあるんですが、この2つのブランドがタッグを組んで作られたブランドなんですね。ですので僕自身はめちゃくちゃ興奮して今回の動画を撮っているわけですね。まあ、なかなかですねリングジャケットという名前を聞いたことがない方も多いかなと思うんですが、まあ、このブランドというのは1954年に大阪で創業されたブランドなんですね。いわゆるファクトリーブランドと呼ばれるもので、工場が持つオリジナルのブランドなんですね。やっぱりスーツですとかジャケットですとかこういったアイテムはイタリアですとかイギリスが断然強いんですね。その中でも日本を代表するリングジャケットというブランドは、日本国内だけではなくて海外のファンも多いようなすごくクオリティの高いスーツですとかジャケットですとかコートを作ってるんですね。僕自身もこのブランドは大好きで、今から7、8年ぐらい前からですね様々なアイテムを買ってきたんですね。例えばジャケットですとかスーツですとか、あとはコートの作りなんかもいいので、僕は様々なものをリングジャケットで買ってきました。もちろん僕はイタリアブランドも大好きで、例えばラルディーニですとかタリアトーレですとかこういったブランドも着るんですが、中でもリングジャケットというのは日本人の体型をしっかりと考慮したスーツ作りを行っているので、すごく僕の中ではお気に入りのブランドの一つなんですね。非常に丁寧な商品作りをしてますし、素材も上質なものを使っているので、なかなかここまで完成度の高いスーツですとかジャケットを作るようなブランドは日本国内にはないのかなというふうに思っています。僕自身も大好きなリングジャケットですが、一つだけですねデメリットがありまして、それは皆さんもご想像がつくかなと思うんですが、やはりですね価格帯がどうしても高いんですね。ジャケット1着でも10万円を超えることが多いですし、コートだと15万円以上、あとスーツに関しても間違いなく10万円は超えてくるので、なかなか気軽に買いづらいというところが一つのデメリットなのかなというふうに思っています。その高い技術力を持つリングジャケットと比較的買いやすい価格帯でカジュアル服というものを提供しているグローバルワークが手を組んでセットアップを作ったのが、まさに僕が着ているこちらのアイテムなんですね。ですのでまずは何と言ってもですね価格帯がリーズナブルなんですね。ジャケットとボトムスそれぞれ単品でも買えるんですが、両方合わせても1万8000円前後で2万円を切ってくるわけですね。これはですねかなり驚きのある価格帯なのかなというふうに思っています。まあ、先ほども触れましたが、リングジャケットのセットアップといったら10万円超えは間違いないところかなと思うので、そういった部分ではコストパフォーマンスはものすごく高いかなというふうに思っています。今ではセットアップは様々な選択肢がありますが、2万円以内というところで言うと間違いなくですね最強のセットアップが僕は完成したんじゃないのかなというふうに思っています。今回はですねいち早くこのセットアップを僕は購入をしてきましたので、皆さんにですね早速レビューをしていきたいなというふうに思っています。まずこのサロンドグローバルワークにはですね3つのラインがあるんですね。ラインによってフィット感が変わってくるんですが、ざっくり言うとベーシックなサイズ感のものと細身のものと少し緩めのものがあるんですね。その中で僕が今回買ったのは一番オーソドックスなサイズ感であるストレッチ TR というモデルなんですね。このラインというのはリングジャケットのオーソドックスな作りというものがしっかりと生かされているので、僕の中でもですねすごく着ていて安心感があるようなラインになっているんですね。せっかくなのでもうちょっと近くでお見せしたいなと思うんですが、まずはジャケットですね。まあ、リングジャケットのスーツですとかジャケットは肩幅はしっかりとありつつも、しっかりとですねウエストがくびれができているので、すごくスタイルがよく見えるんですね。僕は身長164センチ55キロと小柄なんですが、僕のようなあまり体型に自信がない男性であってもスタイルがよく見えるのがリングジャケットのスーツですとかジャケットの特徴なのかなというふうに思っています。まず特徴的なのはこの襟の幅ですよね。しっかりと厚みがあって男らしい雰囲気がですね漂うのがリングジャケットのすごく特徴なのかなというふうに思っています。もちろん僕はイタリアブランドのジャケットも好きでいくつか持ってるんですが、より日本人の体型に合わせて作られているのがリングジャケットなのかなというふうに思っています。ただ僕は今回のセットアップを買う上
で少し心配に思ってたことがあるんですね。まずはサイズ感、ここがちょっと心配だなというふうに思ったんですね。僕はリングジャケットで買い物するとき、適正サイズはですね、42というものを選ぶことが多いんですね。いわゆるですね、XS に近いものなんですが、今回のグローバルワークとのコラボレーションに関しては、SML のようなかなりですね、定番的なサイズ感になっているので、S を選ぶとちょっと大きいんじゃないのかなというふうに思ったんですね。で、実際に着てどうだったのかというと、正直ですね、ほんの少し大きい気はするんですね。もうジャストサイズというよりはほんの少し緩さはあるんですが、最近のジャケットスタイルに関してはそこまでビタビタに着るというのが旬なわけではないので、少しゆとりがあってもいいのかなと思うので、これぐらいのサイズ感で僕は満足度が高いかなというふうに思っています。前ボタンを閉めてもですね、少しゆとりがあって、あとは袖丈に関しては少し長いかなという感じがするんですね。理想を言えばあと1センチぐらい短い方がいいかなと思うんですが、ここは通常のスーツではないのでそこまで厳密に見なくていいのかなというふうに思っています。で、袖のボタンに関してもこう本セッパになってるんですね。まあ、本セッパというのはここにボタンがついていますが、実際に開閉ができるような作りになっているんですが、この作りというのはオーダースーツですとか本格派のジャケットしか付いてないことが多いので、この価格帯でちゃんと本セッパになっているというのはすごく嬉しい項目かなというふうに思っています。ただその分ちょっと袖が直しづらいというところが一つデメリットではあるかなと思うんですが、まあ、1センチぐらいだったらお直しをしてもいいかなと思うんですが、今回はこのまま着てみたいなというふうに思っています。で、ジャケットのボタンに関しては段階の3つボタンになってるんですね。3つボタンなんですけども、見えてるボタンは2つのみですね。こことここです。で、もう1つのボタンに関してはちょうど襟下に隠れてるんですね。襟下にこのボタンが隠れることで襟がですね、立体的に見えるんですね。まあ、こういった作りもリングジャケットならではなのかなというふうに思っています。で、もう一つですね、僕が懸念点として考えていたところがありまして、それがですね、素材感なんですね。やはりリングジャケットの商品というのは10万円を超えるものが多いので、素材の質感もものすごくいいんですね。表情豊かですごく品がよく見えるので、そこも魅力の一つなんですが、やはり2万円以内でセットアップを組むときに素材の質感というのは明らかに落ちるとは思うんですね。ただ素材の質感が落ちたとしても、それが安っぽく見えなければ僕は全然 OK だなと思っていまして、例えば生地に変なテカリがあったりだとか、安っぽい感じがしないかなというところが心配だったんですが、どれぐらい伝わるかがちょっと心配ではあるんですが、すごくですね、上品な仕上がりになってるんですね。変な光沢感もないですし、ネイビーなんですけども、ちょっとしっとりとした色の感じもなかなかいい雰囲気になっているので、僕が懸念していた点は全く問題がなかったかなというふうに思っています。そしてボトムスに関してはここにタックが入ってますよね。ビタビタに細いような形ではなくて、しっかり腰回りにはゆとりを持たせながらも、膝から下に関してはテーパードが効いているので、すごく綺麗なシルエットになっているのかなというふうに思っています。このあたりのシルエットというところにもトレンドというものがですね、よく反映されるんですが、細すぎずやぼったくなく、すごくいいバランスのパンツになっているかなというふうに思っています。で、ちょっと見ていただきたいんですけども、ボトムスのサイズは僕ちょっと緩いんですね。まあ、やっぱりここも懸念した部分ではあるんですが、僕の体のサイズにはこのボトムスはやっぱりウエストは大きいんですけども、ドローコードといってこういった紐がついてるんですね。ですので、この紐を締めることである程度ウエストは調整が可能なので、僕でも履くことができるかなというふうに思っています。そこは安心感がありますね。まあ、このように中に入れて隠してしまえば見えないので、その点も問題がないかなと思います。そしてサイドにですね、ゴムが入っていたりするので、かなりリラックス感のある着心地になってるんですね。まあ、素材そのものにもストレッチが効いてますし、すごく着心地が良くて現代的なセットアップになっているかなというふうに思っています。その点に関してはリングジャケットの本格的な作りに対して、すごく機能的で快適さというところを追求したグローバルワークの良さがですね、うまくミックスされているのかなというふうに思っています。で、ボトムスの裾に関してはですね、最初からダブルの仕上げになってるんですね。ただボトムスに関しては僕の体型ではちょっと長すぎたのでお直しをしました。まあ、最初からダブルになっているので僕は裾上げをしましたが、このダブルの雰囲気は残すようにしました。ダブル幅はですね、結構大きめなんですね。 4.5 センチ幅ということで、ややカジュアルな雰囲気が強いかなというふうに思っています。僕の体型だとダブル幅はですね、4センチぐらいにしてすっきり見せることが多かったり、あとはセットアップに関しては割とカジュアルなスタイルで使うことも多いので、僕はダブルにしないでシングルで仕上げることが多いんですが、今回はリングジャケットとのコラボレーションということで 4.5 センチ幅のですね、少しカジュアル感のあるダブルをですね、楽しみたいなというふうに思っています。まあ、これはめちゃくちゃ満足度が高い仕上がりになっているかなと思います。ただこの魅力というのはですね、なかなか多くの方には伝わりづらいかなと思ったんですね。
先ほどにもお伝えしましたが、リングジャケットというブランドはファッションがすごく好きな方であればある程度は知っているブランドかなと思うんですが、一般的な認知がそこまで高くないので知らない方の方が圧倒的に多いかなと思うんですね。ですので店頭で商品を見かけても、あ、そうなんだぐらいに思ってしまう方が多いかなと思うんですが、これはですね、僕のようなファッションが好きでリングジャケットの商品を長年着ているものからするとかなり驚きのあるようなコラボレーションなのかなというふうに思っています。まあ、今回僕が購入したネイビーのセットアップに関しては使える範囲がめちゃくちゃ広いかなと思うんですね。まあ、今回の僕のように内側にですね、薄手のニットを合わせてセットアップを楽しむというのも一つ楽しみ方としてはあるのかなと思っています。まあ、今回は僕はニットの色を白にして少し明るさみたいなものを出していますが、ブラックのニットを合わせてもいいかなと思いますし、春らしいカラーのニットを合わせるのもすごくいいかなと思うので、ぜひ皆さん試していただきたいなと思っています。そしてもう少し季節が進んだら中に着るものはもちろん T シャツでもいいかなと思うので、様々なカジュアルな使い方がしやすいかなと思うんですね。その一方でこれぐらいですね、上品なセットアップであったらシャツを合わせたりだとか、場合によってはネクタイを締めてもハマりがいいかなと思うので、この後着替えまして少しですねドレッシーな着こなしも皆さんにお見せをしてみたいなと思っています。はい、着替えてみました。どうでしょうか。先ほどとはですね、また全然雰囲気が違うかなというふうに思っています。まあ、先ほどのようにこういったセットアップに対してニットですとか T シャツを合わせるのも間違いなくハマりがいいかなと思うんですが、それだけではなくてこれぐらい正統派なセットアップであれば意外とですね、ノーネクタイのシャツスタイルですとか、あとは今回の僕のようにですね、あえてネクタイを締めるようなスタイルも意外とハマりがいいのかなというふうに思っています。まあ、僕自身もこのようなセットアップが大好きで、ノーネクタイのシャツスタイルよりもあえてですね、ちょっとカジュアルめなネクタイスタイルをすることが多かったりするんですね。まあ、今回はですね、このジャケットの内側にはシャンブレ素材のシャツを合わせています。襟型に関しては通常のレギュラーカラーのものではなくて、ちょっと変則的なタブカラーのものを選んでいます。そしてネクタイに関してはこれまたですね、少しカジュアル感のあるニットタイを選ぶことで、正統派なスーツスタイルというよりは少しカジュアル感のあるような着こなしを意識しています。これがですね、綺麗な白シャツだとか、あとは光沢感のあるようなネクタイだとさすがに雰囲気が馴染まなかったりするので、もしネクタイをされる場合はですね、シャツですとかネクタイに関してはややカジュアル感のあるものを使った方が意外とバランスがいいのかなというふうに思っています。まあ、今回のようなシンプルなセットアップでなおかつ襟の幅がしっかりとあるものに関しては意外とですね、ネクタイのハマりがいいかなと思うので、ぜひこういったスタイルもですね、皆さんにはお試しいただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではグローバルワークとリングジャケットの協業であるサロンドグローバルワークのですね、セットアップを皆さんにご紹介させていただきました。これはですね、最近買ったものの中でもめちゃくちゃテンションが上がったアイテムかなというふうに思っています。まあ、ファッション業界の中でも今回のようなコラボレーションラインっていろんなものがあったりするんですね。代表的なところで言うとユニクロ U ですとかプラス J が挙げられるかなと思うんですが、そういったコラボレーションラインの中でも今回はですね、めちゃくちゃ胸厚でテンションが上がったんですね。僕自身が愛用しているグローバルワークとリングジャケット、このですね、意外性のある2つのコラボレーションというのはなかなか珍しいものかなと思うので、ぜひ皆さんにもですね、実物を見ながらお試しいただければなというふうに思っています。まあ、今回はですね、一番定番的なネイビーのセットアップを購入したわけですが、他のアイテムもめちゃくちゃいいので、今後もですね、実際に買ったらまた皆さんにレビューをしてみたいなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてベーシックで使いやすいアイテムをどんどん紹介していきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。